はい、皆さんおはようございます。ちょうです。今日は9月の18日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式を振り返っていきたいと思うんですが、まあ、昨晩はですね、全面安といった形で米国の株式市場は今週を終えていました。で、ナスダックと S&P ですね、こちらに関しては2週連続での下落、ダウに関しては3週連続での下落ということで、ここ最近のやっぱりテーパリングだったりとか、あとは雇用統計の弱さというところも含めて、ちょっと弱気な今環境に今なっているかなと思っています。で、来週ですね、火曜日水曜日で FOMC があって、水曜日のタイミングで何かしらの発表があるとは思うんですけれども、大きなサプライズはないと思うんですよね。なので、今回このサプライズ特になしということであれば、またこの FOMC 終わった後に上昇に戻る、もしくはレンジでの相場っていうところに行き着くのかなと思ってはいるんですが、少し気になるのが、今ですね、50日移動平均線をダウが大きく割ってきているっていうところと、あとはですね、S&P に関してもちょうど昨日の日足で50日移動平均線を割っているっていうところが、ちょっと気になるポイントかなと思っています。テクニカル的に言えば、結構ここは美味しいタイミングということで、買いに入るよっていう人もいるかと思うんですけれども、一旦ですね、FOMC でどういった話が出るのかっていうところをやっぱり見極めてからの僕は安心感あるんじゃないかなと思いますし、ボラティティも結構ですね、来週に関しては出てくると思いますので、様子見の相場が引き続き続くんではないかなと思っています。で、出来高に関してもそんなに悪くないので、結構頻繁な、旺盛な活況の相場っていうのが今、続いているんではないかなと思う一方で、ちょっとやっぱり下落トレンドに入るかどうかっていうところの不安も、一つやっぱりあると思うんですよね。で、その背景に関しては、やっぱり、FOMC でのテーパリングっていうところに加えて、今中国恒大での300兆円を超えるようなデフォルトがどうなるかっていうところが今非常に注目をされていて、今のところはマーケットとしてはですね、かなり楽観的で何にもないでしょうと、僕もそういうふうに思ってはいるんですけれども、そのあまりにも楽観視が強すぎるんじゃないかなっていうのはちょっと正直思ったりはしています。もう全然大丈夫でしょうっていう感じで、アメリカの株式上としてこのあたりは、全く何も織り込んでないというか気にもしてないような感じがなんとなくするので、そういうあまりにも楽観しすぎる、今のマーケットの反応っていうのが、ちょっと心配で、利確をするかどうかっていうところも含めてちょっと今検討したいなと思ってます。こういった動きにですね、引っ張られるようにして仮想通貨の方も下がっていますし、通常であれば中国の、通常というか、通常であれば中国のこういう政治的混乱だったりとか経済的混乱で、仮想通貨買われてもいいかなとは思うんですよね。ただし、今そういう状況にはなってないということで、なんとなくちょっと不穏な空気感っていうのは、感じながら、今警戒しながらマーケットには向き合っていきたいなと思っています。であとはちょうどですね、来週に関しては、皆さんおそらく、給料日だったりとかっていうのもあるので、入金が入ると思います。それをどうするかっていうのは、FOMC を見てから決めてもいいんじゃないかなと僕は思っていますし、あとはちょっと中国恒大のことが気になるよっていうのであれば、少しキャッシュとして引き続き持っているというのもいいんではないかなと。いずれにせよ、バンバンリスク取りましょうというよりも、慎重の姿勢を持ちながら、リスクを取っていくっていうのがいいんではないかなと。それどういう意味かっていうと、やっぱり、大きく下がっていてリバウンド狙いみたいなものだったりとか、かなりリスクが高いと思われるような銘柄を、選ぶというよりも、やっぱり盤石な、例えばなんですが、ガーファムも、そうですけれども、ガーファムの中でも企業によっても濃淡あるとは思うんですが、やっぱりしっかりと決算出していて、成長性があって、で、かつ、しっかりと今の、手に持っている商品があって、それをしっかりと今販売していくっていう、ある程度ビジネスの環境が整っている銘柄を中心に、選んでいくのがいいんではないかなと思ってます。今は、もう思いっきり爆撃を狙いに行くときというよりも、少しディフェンシブになりながら、投資を継続していくような局面かなと、個人的には思っていますので、もしよろしければ皆さんもご考えをですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。一緒に指数見ていきたいと思うんですが、ダウがですね、マイナスの 0.48%、S&P がマイナスの 0.91%、ナスダックがマイナスの 0.91%、ラッセル2000がプラスの 0.18% という推移となっていました。はい。で、米国の10年債の金利なんですが、1.37 ということで、約4ベースですね、上昇していました。
なんかこのあたりの水準まで来るの久しぶりだなという感覚なんですけれども、まあ 1.4 というところを目指してまずは上昇していくような感じですかね。やっぱりここ最近の動きを見てみると、もちろん上下しながらではあるものの、まあ、じわ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 、この金利が上がっていっているというのは、まあ、少し気になるポイントかなと思いますし、この金利上昇というところが、まあ、どっかのタイミングでグロース銘柄ちょっとやばいんじゃないみたいな、金利上がってきてるからグロース銘柄良くないんじゃないみたいな議論にどっかで変わってくるとは思うんですけれども、まあ、そのあたりがマーケットが今何に注目しているかとか、まあ、おそらくそういった議論になってくるってことは、結構株式上としては良くなってきているタイミングだとは思うので、今マーケットが何をどういうふうに見てるかっていうところの、まあ、一つのポイントとして、この金利と株価の、相関っていうところは注目をしていきたいかなと思っています。はい、まあ、あとはですね、個別銘柄なんですけれども、ちょっと後ほどご紹介をするんですけれども、バイオンテックですとかモデルナに関しては今後ですね、ブースターショット3回目のワクチンの接種というところに関して FDA がですね、高齢の方、お年寄りの方と、また基礎疾患を持っている方っていうところに限定をした方がいいんじゃないかっていう提言があったりとかするので、まあ、少しここ最近があった特にモデルナなんかに関しては、まあ、もしかするとちょっと一旦勢いが止まってしまうかなという懸念は若干あるかなと思っています。はい、まあ、あとはですね、この金利が上がっていっている局面で、まあ、そんなに金融株っていうところが伸びてきてないんですよね。なんで、まあ、このあたりは、アメリカの経済として、金利は上がってくるのは別にいいんだけれども、景気回復っていうところにうまく結びついていってないんじゃないかっていうような懸念だったりとか、まあ、するのかなと僕はちょっと勘ぐってはいるんですけれども、まあ、少しそのあたりは心配なポイントかなと思ってます。なので結構ここ最近の、株価下落のセンチメントの悪さっていうところを、まあ、引きずってると思うので、まあ、このあたりはすいません、このあたりは少し注目というか、見ていきたいかなと思ってます。金融株が上がってくるようなことがあれば、まあ、景気というか株式上も、まあ、元気になってくるっていう、まあ、一つのサインでもあるかなと思います。あとはセクターとして引き続き僕が、まあ、注視していきたいのはやっぱり、まだまだテックの銘柄かなと思ってます。今ですね、かなりしっかりと成長を見込めるセクターってどこがあるのかっていうふうに考えたときに、やっぱりテック以外なかなか難しいなというところと、まあ、あとはディフェンシブに行くのであれば、まあ、小売りの中でも、まあ、何かここ最近ちょっとツイッターでクロックスの株価がずっと上がってるっていうふうに、ありましたけれども、まあ、そういうあまり注目されてはいないんですが、まあ、しっかりとビジネスが伸びているセクターで、あとは小売っていうのはどんな時代でもですね、しっかりとやっぱりお金を使っていかなければ、いけないというか、生活していくためにやっぱ必要というところでもあるので、まあ、そのあたりのセクターで見ていくっていうのは一つありかなと。また、あと車とかですね、まあ、テスラとかの、まあ、今後販売っていうのはさらにどんどん伸びていくと僕は思っているので、まあ、そのあたりぐらいかなと。もちろん、他のセクターにもいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、僕の知識の範囲内というところでは、その辺が今は見れるのは精一杯かなと思ってますので、もし皆さんが何か注目してるよ、ここいいんじゃないっていうようなセクターがあったらですね、ぜひ、皆さんコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、一緒にニュース皆さんと見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、先ほどもちょろっと触れた中国恒大の、今後の行き先行き行きなんですけれども、ですね、現在、まあ、いくつかの銀行が中国恒大と引き当て金の設定だったりとか、あと返済猶予の実施、取り決めっていうのを今進めているというようなニュースが入ってきています。で、これに関しては中国の政府としてはそんなに深く関わってないということで、どういうふうに政府として最終的に、この、まあ、デフォルトを完結させたいのかっていうような、なかなか見通しが我々の方に、まあ、見えづらいというのは一つあるのかなと。で、そういったところが少し不安感を煽るようなことに今後つながってくる可能性は十分あるんじゃないかとは思うんですが、まあ、今ですね、結構他のメディアとかを見てみると、この不動産っていうような市場に対してやっぱりあまりにも規模が大きいということもあって、労働力がたくさん取られていると。で、中国としては本当はこの不動産っていうところではなくて、もっとハイテクですとか、まあ、製造業、そういったところに対して人を割きたいので、まあ、このあたりに関しては、まあ、若干ハードランディング、ものすごい、まあ、クラッシュとまでいかないかもしれませんが、まあ、少し荒治療が必要と考えているっていうのもあるんじゃないかっていう記事も出てはいました。まあ、なんとなく納得できるなとは思う一方で、ここが本当に大きくクラッシュしてしまった場合に、
富裕層たちの、ダメージっていうのはどれぐらいあるのか、本当の富裕層の人たちっていうのはものすごく本当資産を持っていて、中国恒大が潰れたぐらいで何とも痛くも痒くもないっていう感じかと思うんですけれども、中流階級の方とかっていうのは結構インパクト大きいと思うので、そのあたりがどう中国の国内の経済にインパクトを与えていくのか、でそれがどう世界経済に波及していくのかっていうのは一つやっぱり気にしておかなければいけないポイントかなと思いますので、楽観的ではあるものの、本当にもう 100% 全く無視みたいなよりも、ちょっと若干定期的に、追いながら考えていく一つ必要のあるポイントかなと思っています。はい、次なんですが、アメリカのですね、ミシガン大学が発表する消費者の信頼関数というところが昨日発表ありました。9月はですね、若干改善はしたんですけれども、予想は下回るという何とも言えない微妙な数値でしたね。この数値に関しては、今はあまり重要視するべきではないというか必要もないかなと思ってはいるものの、引き続きアメリカの経済としてはちょっとやっぱり頭打ち感というのが出ている、もしくはちょっと市場の方が楽観、株式市場の方が楽観しすぎているというような感じが若干あるのかなとは思っています。昨日小売売上高に関しては少しいい数値というのは出てはいましたけれども、全体として引き続きですね、米国の成長性の引き下げだったりとかっていうところが相次いでいる中、この景況感の、信頼関数ですかね、が、少し弱く出ていたっていうのは、個人の消費としては、少しやっぱり悪いっていうふうに感じているのは現実かなと思っていますし、あとは昨日の小売売上高の方がすごい数値良かったよねっていうのは、数値としては単体では良かったですと。ただし今は小売物からサービスへっていうような、消費の流れがあるというふうに言われている中で、小売の方がドカッと伸びてきたっていうことは、サービス業に関してもしかすると想定以上の大きな下落っていうところが伴っている可能性も十分あるので、このあたりはその小売が良かったよっていうのであまり喜ぶ数値では個人的にはないかなと思うので、警戒感を持ちながらまだまだ株式上に向き合っていくタイミングかなと思っています。はい、あとはですね、FDA の方で先ほど申し上げたコロナワクチンの追加接種に対しての見解なんですけれども、高齢者に関しては推奨しますよと。ただし、16歳、以上というかその高齢者以下に、高齢者が未満ですかねに関しては、無理にそういった形で接種を進めるのは良くないですよと。でその背景なんですけれども、まだまだデータが不十分ではないというところが、一点大きなところと、あとはその3回目の接種するにあたっての、3回目で得られるベネフィットが、そんなに大きくないということが今言われています。なので無理してバンバン打つよりも、もう少ししっかりとデータが来るまで安全な状況を確保しておくというか、無理に打つ必要はないということですよね。妥当だなという感じですし、あまりにもここ最近やっぱりワクチン関連の銘柄に関して、非常に前向きな政府としての見解が出てきていて、結構本当に大丈夫かみたいな、本当にこのワクチン打っても大丈夫かみたいな、疑心暗鬼的な見解がいろいろと述べられていた中で、こういうようなしっかりと地に足をついたコメントっていうのが FDA から出てきたというのは、一定程度の安心感だったり信頼感っていうのが、FDA に対して、持てるかなというのが、出てくると思いますので、ちょっと口がですね、なかなか回ってないですね。はい、いいことだったかなと思っています。はい、その一方でですね、アメリカに関しては政府としてもブースターショットのワクチン確保してるんですけどっていうふうなところが実際問題としてはあるようなので、今後、政府としてどういうように対応していくというか、どんな感じでプレッシャーを FDA に与えていくかというところも含めて、このあたりは注目をしていきたいかなと思っています。でそんな中、インドなんですけれども、ムンバイの方々に関してはすでにもう 90% をですね、抗体を獲得していますよということが発表されていました。でこの理由なんですけれども、約ですね 65% の方々はすでにワクチンを接種済みで、残りの 25% に関しては、自然免疫ではないんですが、どっかで感染して、熱が出た人もいるかもしれませんし、全く反応出なかった方もいらっしゃるかもしれませんが、何かしらの経緯で、そのコロナウイルスに暴露して、今抗体を持っているというような状況らしいです。で抗体持ってれば、じゃあもうワクチンしなくてもいいのかっていうと、そういうわけではないですよというふうに言っていて、やはりワクチンを接種していた人たちの方が、抗体はかなりしっかりと強く出ているので、
引き続きワクチン接種してない方はしてくださいねということで今後も進めるそうです。はい、次なんですけれども、ワシントン DC の方でですね、トランプ大統領の支持者たちが今後デモを近いうちする予定らしいです。この理由なんですけれども、トランプ大統領がまあ負けますよっていうふうになったタイミングで、負ける前かな、それぐらいのタイミングで、前ですね、ホワイトハウスで非常に暴力的なデモがありましたよね。でそこで逮捕された方々が大体100名ぐらいいるんですけれども、そういった方々を、まあ、支援する、いや、すみません、600人ですね、支援する目的でデモをするらしいです。で何かしらやっぱりまた暴動が起こるんじゃないかっていうことが非常に今警戒をされていて、注目されているんですけれども、まあ、依然としてトランプさんの人気というか強いんだなというところにまず驚きを覚えたというところと、あとやっぱり次回の選挙に出てくるっていうところは、まあ、ほぼ確実なのかなと。で実際に今バイデン大統領が、まあ、そんなに支持は得られてないですよね。やっぱりコロナに関してもバイデン大統領がやったことって何かなっていうふうに考えてみると、まあ、大してないんじゃないかっていうふうにまあ正直思っています。でこの今回のワクチンをまあ開発した、まあ、それに注力させたのはトランプ大統領であると思いますし、また経済に関しても、まあ、今ものすごいいい状況かっていうとそうではない、まあ、これって別にバイデンさんのせいではないと思うんですけど、バイデン大統領が特に何か注力してかつ成果を上げたものっていうと、まあ、正直これですよっていうのが難しいですよね。なのでこのままいくと、まあ、トランプ大統領かどうかっていうのは別として、まあ、少し厳しい状況に置かれるんではないのかなと思うので、今後もこの民主党の対立する共和党の方からどういった人たちが立候補したりとか、まあ、そういったところの情報は掴んでいきたいなと思っています。はい、あと最後になんですけれども、アメリカの車会社の GM ジェネラルモータースなんですけれども、半導体の供給というところは非常に不足をしていて、まあ、今年も来年ももちろんなんですが、まあ、車がなかなか作れない状況にあるということで、まあ、これまでは間接的に部品の供給会社を通じて半導体買っていたんですが、直接半導体の会社と今後は協議をするような形で供給網を整理をしていくということが発表されていました。で、まあ、今後これが本当に功を奏してしっかりと半導体が何ですか、確保することかっていうのは、まあ、また別の話だと思うんですけれども、やはり大きな改革をする必要があるくらい半導体の不足っていうのがやっぱり今、現実的に起こっていて、でそれがかつ来年、下手すると再来年まで行くんじゃないかっていうことが言われているんですよね。なので、まあ、今後このあたりに関しては、まあ、各社どういうふうに動いていくのかっていうところも注目されるかなと思いますし、まあ、あとは資本提携とかっていうところも今後は実際問題あるかなと正直思っています。で、資本提携がなかったとしても、まあ、何かしらその資金を車会社の方が提供することによって半導体企業の設備を整えたりとか、何かしらのそのジョイントベンチャーみたいなことだったりとかっていうのは出てくる可能性があるので、そのあたりちょっと興味を持って見ていきたいなと思っています。はい、ということで株式市場引き続きですね、軟調ではあるものの、まあ、このままダラダラ下落していくかというと、まあ、僕はそうではないかなと思うので、まあ、あまり悲観するつもりはないものの、まあ、少しやっぱり怖いのが中国恒大のことかなという感じですかね。なのでまあ今大きくポジションを新規で、特に新規であると取りづらいような環境かもしれませんが、まあ、既存のポジションは、まあ、僕は維持をしたままにしようかなと思っております。はい、まあ、あまり僕のポートフォリオという観点からすると、まあ、レンジが続いているもしくは若干上がってるっていう感じではあるので、あまり大きく変えるつもりはないんですけれども、次で新規で資金を入れるとしたらどこに入れるかなっていうのはちょっと迷ってるポイントですね。指数に入れるのもいいんですけども、なかなか今のタイミングで指数に入れることについて、まあ、なんとなくポジティブにいられないっていうのがちょっと若干ありまして、まあ、その理由なんですけれども、ここ最近アップルがですね、アプリの課金のところで、アプリ開発業者と、まあ、若干ちょっと、まあ、揉めたというか、アップルがお金が取れないようになってしまったっていうところもありますし、まあ、それが Google にも波及していく可能性も、まあ、十分あるっていうところだったりとか、まあ、やっぱりこの GAFAM の少し
今後の先行きっていうのが不透明というか、不安視している中で指数を買うっていうのは、まあ、ちょっと怖いですよね。このあたりの影響が大きいので、まあ、それであればピンポイントで成長性が高く何か見込めるんじゃないかっていうようなセクターだったりとか、もしくは銘柄に突っ込んでいく方が、まあ、ちょっと安全かなみたいなことは最近考えています。はい、まあいずれにせよ、大きく個別リスクを、まあ、今は取るというよりもポジションを、まあ、しっかりと株式市場に入れていって、まあ、リスクを取っていくっていう方向の方が、まあ、長期的に見れば僕はいいんじゃないかなと思うので、引き続き株式投資、注力してやっていきたいかなと思ってます。ということでちょっと長くなってしまいましたが、非常に今台風が、関東の方では来ていますので、皆さん、お出かけの際にはお気をつけていただければなと思っています。ということで皆さん良い連休ですね、お過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。